人生という一瞬に君に会えてよかった。これは君へのラブソング、心から思ってる。君がいるから笑えるの、君がいるから優しくなれる、君がいるならそれだけで、それだけで生きる意味になる。ラブソング、忙しく進む時の中で自分に負けそうな毎日だけど、守るべきものが今あるから、少しだけ強くなれる気がするんだよ。愛しいっていう言葉の意味、なんとなくわかり始めたのは、自分より大切に思える人、そんな存在にやっと出会えたから。もしも「いつかきっとこの両手で守れる」